あいつを完全体にしてはいけないんだ。それでは行きます。精神と時の部屋で修行をしたベジータは第二形態のセルをも上回る実力だった。完全体になれば勝てるというセルの挑発にベジータのプライドが反応する。そして18の吸収に手を貸すのである。私の邪魔をする者は何であろうと叩き潰すまでだ。ここは俺が食い止めてみせる。何するな、ジュノビよ。お前はもう停止寸前じゃないか。それにベジータも私が完全体になるのに協力してくれるそうだ。どかんのであろうか。お前をスクラップにするまで。データが俺に教えている。警戒が必要だ。頑張って頑張ってください。気をつけろ。あいつ何が狙ってる。なんて卑怯なやつなんだ。私のパワーを味わうな。バカな、こんなことが。完全体にはさせんぞ。何をのんびりしているんだセル。早く完全体とやらになりやがれ。せっかくのチャンスなんだ。邪魔させんぞトランクス。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。もし俺たちの力を上回ってしまったらどうするんですか。情けない奴め。どう強くなるのか見たいとは思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。俺は奴の完全体を阻止してみせる。たとえ父さんを倒しても。俺を倒すだと。バカな。貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。ありがとうベジータ。
とんだ邪魔が入ったもんだ。完全体とやらになりやがれ。父さんといえど容赦はしない。父さんを倒しセルを止めてみせる。くそ、ベジータめ。少し痛い目を見んと分からんようだな。さて、完全体とやらになるまで高みの見物と行くか。なかなかやるじゃないか。へへへ、久しぶりだな、18号。こんなことが。どこにも逃がしませんぞ、18。それではダメだ。何をやっても通用しない。やれやれ、せっかちな野郎だぜ。小ざかしい真似しよって。私の想像以上のパワーアップだ。ハッハッハッ。